コラボス、大阪五十山。おはようございます、皆さん。時刻は8時25分になっております。今日はここ、じゃん、能勢電鉄妙見口駅へやってまいりました。今日はここから大阪五十山第41座、高尾山に向かいたいと思っております。まず歌垣山やで。あ、歌垣山。まずは歌垣。ビヨヨ、近い近い近い。やめろ。はい、歌垣。歌垣山行って、はい、で、はい、歌垣行って。納豆の家納豆の家グリトヨキッチンのことですかね。納豆の家ってなんやねん。家ってなんやねん。やる気あるか。納豆の家行って、はい、時間があったら第42座高尾山。はいはいはい。あ、高尾山は高尾山は行くかどうか分かんないですね。宇多垣ですね。宇多垣立派な山頂ですよね、あそこね。今日は天気もいいし、はい、春の兆しを感じられるでしょうか。ホケキョめっちゃ春で、これ純喜さん卒業おめでとうございます。ありがとうございます。無事に2年間終わりましたね。そうなんです。栄養士専門学校を無事卒業することができました。なんと立派な成績で卒業されたみたいです。いやー、もうね本当に燃え尽きるぐらい勉強しました。もうね、頑張ったなと思います。なんと首席おばちゃん頑張りましたね。おばちゃん頑張りました、うん、もうちょっとね、ゆっくりしようと思ってます。そしてなんと4月からは給食のおばちゃんそれね、おばちゃんは語弊がある。給食の、調理員さんをさせていただくことになりました。大阪市内のね、給食のおばちゃんやろもうね、それおばちゃんという言い方はよくないよ。押しも押されるのおばちゃんではあるけど、その他のおばちゃんに言われるから、ね、おばちゃんになるそうです。やりましたね。楽しみなんですよ、子供たちの給食をね、一緒にね食べるとかね。美味しい給食作ってくださいよ。はい、また感想もお伝えしたいと思います。はい、それでは今日も行ってみよう。リミュー。いや、2年間本当によく勉強しましたね今回はやっぱ自分が興味のある分野やったから、やっぱり楽しんで勉強できたなと思いますね。レポートが多かった。専門学校生、ほんまね、半端ないレポートと小テストや思った。もう大学生とは全然違う。まあそんな苦しい中でも、家に帰ってきて学校のことを話してくれるときはすごい楽しそうな顔してたからねすごい楽しい仲間に囲まれてたんやろうね。ああ、楽しかった、おかげさまで ね。もうあっという間の2年間でしたね。同級生の皆さん、おばちゃんの面倒を見ていただいてありがとうございました。そうそう、りゅうちゃんがね、本当はね、卒業式来てくれた時にね、みんなに挨拶したかったらしいんですよ。ちょっとね、タイミング合わずにね、お目にかかれんかった。順調、どうもありがとう。皆さんのおかげです。楽しく過ごさせてもらえてね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。親玉、お礼を言っておりますいいお天気です。ちょっと肌寒いです。風がね、ひんやりするね。すぐ気温上がってきそうだ。花折れ街道、正面の奥の方が妙見山です。いつもはここを下って妙見口がゴールになりますが、今日は反対向きです、はい、妙見山には今日は行きません、はい、今日のゴールは何駅なんですかね。わからん、わからん、見ていらしい。バスがあるかないか、またそんなんか。行き当たりばったりです。出たもしかしたら長い距離を走らないといけないかもわかりません。いや大丈夫や、グリド終わったらその下のバス停からバス乗る。
ゆっくりと終わったらもう一個山行かなきゃいけないな終わったら終わりちゃう終わりちゃうよ、はい駅前からずっとまっすぐにやってきました。こっちの道が上杉尾根コースの道です。今日はケーブルの方に向かってきます、はい。しばらくはロードを走ります。こっちが上杉尾根コース。これを左に行くと黒川ダリア園です。で、まっすぐ行くと一倉ダムの方に行きます。ほんまに大きい木やな、立派やな。野間の大きい木です。なんか今日は冬の空みたいですね。うん、でもね空気がね美味しいねやっぱ。空気が美味しいと言ってます。でかい。でね幹の大きさがこれなの。あれ。うん。こういうことやでっか立ってん立ってそこにいいんかな立ってええー、そうそうおでっかいなへだって近くに入られへんからこれで大きさを感じてもらおうというところだねはい、生の大きい木でしたでしたへえ。何このレトロなそうやろ今日こっちの石垣全然見えなかったこの右側はお城の跡みたいですこれは何だろうんあ公民館公民館かなんかいないじゃん公なんとかだあ地王公誘導すごい歴史ありそうな建物やけどねこっちもなんか面白いこれを入ります、はい、いよいよ山って感じだね、はい、これ椿はね庭木としてはね首から落ちるから縁起が悪いって言うけどねやっぱ綺麗だよね椿攻撃を言うとるよ攻撃を言うてるなほんま幸せを感じるわお、桜咲いてるこれ桜か春やねおぉ梅やがな梅やなこの、こっから直に出てんのは梅やね桜はもう一回ピヨンってなって出るのが桜お、何やこれんあ、お寺か年重ね、真心ここにあるを知るはい、よく整備されたいい道ですいや、本当に下のね、鳥居もすごい立派やったけど、ずっと調子がついた参道になってて、本当に、気持ちよく歩ける。りゅうちゃん大丈夫ですかねちょっとよろけてましたけど。なんか疲れた。疲れたな。何で行こう。何に、人材行かんでもいいし、今日。楽しんで。なんか久しぶりやな、山。大丈夫ですかね大丈夫。
ちょっと暑いんじゃないですか、脱いでもいいですよ、いい感じの登山道です。じゅんちゃんはもう絶好調じわーん。すごい、あのさっきちょっと雨が降ったせいもあってすごいいい香りがする。うん、地図出てきた。何出てきた？お、あ、尿器置くの、あ、ここか置くのに。おお、行ったな、ここ前な。はい、時刻は10時9分、距離は 8.8 キロ、妙見山奥の院に到着です。どうしますこれ？あ、すぐやから行ってみましょう。あ、じゃあ行ってみましょう。はい、ここに地図があります。はい、ここに戻ってくる。はい。右側かな。妙見山奥の院っていうだけあって、妙見山のと同じマークだね。北斗七星やったかな。ああ、どれが？あの星みたいな。ああ、はいはい。うん、あ、妙見大菩薩。上下です。なんか日当たりもよくて神様気持ちよさそうやね。うん、へえ、栄養さん祀られてんねんな。ねえ、はい、降りてきました。はい、板垣山10時19分です。板垣山まで 1.9 キロ。はい、現在地はここで奥の院です。妙見山ここね。はい、板垣山はこっち、ここよう見つけになったわ。ほんまや、堀越峠と推定って感じね。お、ゼフィリスの森や。おー、こういう地関係なんだ、うん、へえ。行ってみよう。はい、はい、ところで純吉さん、はい、学校給食ということは夏休みとか冬休みとかあるんですか？そうなんですよ、学校がないときは休みなんですよ。おー、もうね、めっちゃ休みあるやん。そこでね、あの皆さんにね、美味しいと思ったねレシピとかをね、ぜひね公開したいなと思ってね、登山目的でねこのチャンネル見てくださってる方には申し訳ないんですけどね、純吉キッチンね、これからねいっぱいあげていく予定ですんでね。純吉キッチン学校給食編やな。もう、また純吉かキッチンか、もう貼ったらごめんなさい。あげていく予定。はい、はい、舗装路に出てきました。はい、時刻は10時29分、距離は 9.8 キロです。はい。納豆の家までまだまだですけど、大丈夫ですかね、お腹。グリトヨキッチンですけど、もう私ね、あそこの納豆大好きでね、あのテーマソングまで作ってんね、私の中で。俺が作ったんや、その歌。グリトヨ、納豆俺が作ったんや。納豆の家とか言うとってよう言うわ。ちなみに私は納豆は食べれません。うん、そうやでんな、食べてほしいけどな。危ない、はい、車道に出てきました。はい、時刻はプロン10時34分、距離は 10.3 キロ。はい、あ、ここ覚えてるぞ、なんか。おお、堀越峠です。そうそう、ここは堀越ちょっと危ないんやけど、これキュッて渡ってその辺キュッて進んでる。そう、はいはい、あの辺見えてるわ。はいはい、欲しいとこやけどね。うん、歌垣山登山口、標高553、ここから、900m、急な坂道です、頑張ってっていうメッセージです。頑張って。でもここの階段はあんまり段差が高くないから。
なかなかのビジュアルですね。これを登り切ると山頂の気配。はい。はい。12.4キロ。はい。2時間半ですね。はい。到着しました。お、立派な三角点。これは分かりやすいわ。うん。第41座パフパフタッチやりました。イエーイ、パフ入ります。はい、はい、高野豆腐ピッツァ久しぶりですね。今回はねちょっとねニューバージョンあるんですよ。リュウジさんにねちょっと食べてほしいなと思ってるのがこの、はい、何乗ってるんですかねこれ。これ食べてみてください。判別できるでしょうか。高野豆腐ですね。それから、ちょっと分かんないみたいなんでもう一回差し上げましょうかね。はい。もう一回高野豆腐言うてくるんちゃうやろな。トマト。あ、トマトな。味はどうなんですかね。うんうん正解はちょっとね、今回お好み焼きをイメージしてみたんですよ。ここにゆで卵がね入ってるんですわ。うーん、なんかソースも違うよな、うん、お好みソースとここはゆで卵。うーんで青のり、うん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 、美味しかろう。なんなんその乾いた笑い。じゃあもう一個はウインナーバージョンです。うん、まくやっぱりウインナーの方が良かったらしいわ。うん、美味しいよこれも。うん、美味しい。うん、うまい。やっぱウインナー。うん、ウインナーマンです。うん、豆腐やな。うん。高野豆腐っていいね。うん。はい、休憩が終わり、男山の方へ向かいます。前来た時これを左に折れたんや、降りたんやな、こっから。うんうん、なんか覚えあるとこ、うんうん、この先は行ってないんだけど。あ、もうすぐそこなん。そうだ。知らんかったよね、前ね。うん、だってあれがめっちゃ綺麗な山頂やったもんな。そうや、男山と女山に分かれてるっていうことすら知らんかった。そうやね。これ初なんですよ、実はね。へっぽこさんの見て初めて分かった。え行ってへんがな、うちら言うて。大きいよな。え、めっちゃ立派なんですけど。へぇ、セブンイレブンの森やって。へぇ、宝くじの本。へぇ、こんな立派やの小津に帰っとんね。公園。へえ。そうなんや、こんななっとったんや。へえ、ああ、あ、ここのからの景色綺麗や。わあ、すごい。断然こっちの方が広い。六甲山やって。おまけにこのベンチの感じええやん。うん、うまやん。ああ、なんか池まであるね、立派な。ほんまや。何の池。え、すごいやん、めっちゃいい眺めやん。へえ。なんでこっち来んかったんや。天府山の方は向こうやな。へえ、素敵素敵。あ、見て、ゆうちゃん、この中入って入って。ほら。へえ、鳥がおるでよ。子供たちの名前が書いてある。作ったんやろ。レリーフの由来とか書いてる。あ、上にもあるで、東西南北。へえ、素敵やね。
お金かかってるわ整備すんの。うーん、歌が気がまやでこっちやな。はい、来た道を戻って下山します。はい、目指すは納豆です。はい、納豆の家に向かいます。なんで納豆の家っていうの。名前出てこなかった。家ちゃうやん、せめて店やろ、工場よね。ふっめっちゃ慎重。はい、はい、戻ってまいりました。時刻は11時29分。はい、ま、距離は間もなく13キロになろうとしております。はい、3時間ほどですね。はい、はいはい、大雑把な計画の全貌が見えてまいりました。こっからなんと納豆屋さんまで10キロ回ります。2、3キロ言うたら。地図で見たらなんか近いような気してんけどな。意外とありますと10キロです。はい、予約は1時からなんで1時間半で10キロ。おお、ちょうどぐらいやね。はい、頑張って行ってみよう。行ってみよう。先ほどの情報に誤りがありました。3キロ短くなって7キロでいいらしいですわ。はい、よかった。いや、山頂むっちゃ寒かったのに降りてきたらもうポカポカやね。うまいな、うんうん、不思議、たったあんだけの差やのに。まあだいぶ暖かくなってきました。7キロ走ります。うん、はい、見事な棚田です。うん、でもこういうのってファッターとかも入れにくいしね、意外と大変ね。ああ、うまいな。どうすんねん、手人力か。いや、入れるやろ。入れるやろけど、そのバーッと開きよりは手間かかる。腹減った。はい、腹減った。はい、えらい雨が降ってきたんですよ。ってきましたね。うん、今日だって出かけるときはさ、めっちゃ青空で雲一つないぐらいの勢いやって、うん、すごいハイキング日和やと思ったんやけど、まあ結構な降りやったよね。今ちょっと小雨になってるけど、うん、もうリュウジさんに至ってはこんなになってますよ。そして今後の予定なんですが、今日は、はい、もう一座で終わりにします。先ほど行きました歌垣山一座で終わりますと。通訳したのか。ちょっと車が多いからね。また日が差してきました。ずぶ濡れやがな。これやろ。おっ、こっちから来たの初めてやからわからんかった、うん、おいえー、着いた。前もこっちから来ないぞ。ちゃんや。12時50分バッチリやん。はい、距離は、20.6 キロ。はい、バッチリいっぱいあるよ。そのまま食べるの。食べるやろ、ご飯にかけんと。ご飯にはもう行こう。うん、これ、前菜。うん、何から食べてほしいですかね。いや、何でもいいです。何でもいいです定食です。これもありやったな。これもありやったな。
美味しい。うまい。うわ、辛い言ってます。これはいいね。これプラス納豆食べるのも良さげやわ。なんかむしろこうかけながら食べたい感じだね。やったね。納豆丼はこんな感じです。生卵が入りました。から、とうとうと歩いてここ423号線のファミリーマートまでやってきました。1キロほどですね、はい。もう終わりって決めたのはいいですけど、帰りの手段がなくバスの便が悪くて、ここで機関調査します。はい、ちょっとバスに間に合うかなと思って走りかけたんですが、純喜選手横腹が痛く横っ腹っていうか、もう胃全体がもう痛すぎてあんな力いっぱい食べた後全力疾走とかしたらほんま倒れるでいうぐらいの痛い思いをしました。これバスの時間見やんでいいの先に、はい、もうあれで調べたやんネットで。ここで時間少し、はい、テクテク歩いてます。423号線です。ようやく食い意地の張ったこのお腹痛が治ってきました。はい、結局コンビニで1時間2時間近くも待つのはちょっと大変なんで、ちょっとコンビニに悪いよね、そもそもバス道をテクテクと、池田の方に向かって歩いてます。で、後ろから乗ってきたら乗ると、はい、そうすることによって少しでもバス代が安くなる、おいしい、せこい作戦です。やりました、15時51分、あと11分、もうここでゴールやろ、これ結局グリトヨから、グリトヨまでは 20.6 キロあったんですよ、はい、そこから、9キロプラス29キロ、まあ、ほぼ30キロですね、これ今日の工程はここゴールで30キロでした。西山口、はい、もうすっきりしたバスで、バスのあれなんですよ、状況なんですよ、まあ、これに乗って池田駅まで行って帰りたいと思います、はい、51分な、イエス、はい、おイエス、あれだ、皆さん食べ過ぎには注意して体をいたわりましょう。まったねー、はい、次回美味しい給食を楽しみにします。あー、本当だね、はい。うん、長いことお待たせしてしまいました。ありがとうございます。無事卒業することができました。おめでとう。ありがとう。いや、あっという間の2年間でしたね、うん、精一杯頑張ったかと思います、うん、最後のホームルームの時に、うん、
今までこう誰かの期待に応えようとして道をいっぱい選んできたような気がするけども、ここに来て勉強して栄養士になるっていうのは本当に自分が心から望んだことだったので、その夢への一歩を踏み出せた気がして、嬉しく思ってます、はい、みんなに支えてもらえたことたくさんありました。本当にありがとうございました、はい。